新妻周期は、日本の政治家、公明党所属の参議院議員、文部科学大臣政務官兼、内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官を務めた。1970年7月22日、埼玉県越谷市に生まれる。越谷市立詐欺後小学校、麻布中学校、高等学校卒業。1993年、 東京大学工学部航空宇宙工学科卒業。1995年、東京大学大学院工学系、研究科航空宇宙工学専攻修士課程修了。大学、大学院では、航空宇宙工学の研究とラグビー部の練習に打ち込む。1995年、川崎重工業に入社し、航空宇宙事業本部に勤務。 二度のアメリカ赴任を経験する。ボーイング社で、計5年間勤務し、最新営業格機ボーイング787の開発などに携わった。その間、父が交通事故に遭い、家業のラーメン屋が倒産。実家に仕送りを続けて、両親を支え、多額の借金を約6年かけて完済する。2013年7月、草川正造の事実上の後継として、 第23回参議院議員通常選挙に比例区で公明党から立候補し、得票数等内7位で初当選した。2017年8月7日、第3次安倍第3次改造内閣で文部科学大臣政務官に就任。2019年7月21日、第25回参議院議員通常選挙にて当選。現在、2期目。ありがとうございます。